始まりました。裏ワールドチャンネル。僕の名前はアラマスです。よろしくお願いします。前節のサンフレッチェ広島戦は見事な逆転勝利でしたね。後半早々に失点してしまった時には難しい試合展開になることを覚悟しましたが、後半22分の3枚替えをきっかけに攻勢を強め、すぐに同点にすることができたのが大きかったですね。選手交代で試合の流れをガラリと変えてしまうところに、スコルジャ監督の名勝ぶりが見られました。そして、なんといっても伊藤選手の終了間際のゴールは素晴らしかったです。神戸戦に続き2得点目ですが、重要な試合で得点を取っており、今後優勝争いをするにつれて重要な存在になってくれるのではないかなと期待が持てました。それではこの勢いを持って必ず勝たなければいけない試合となる鹿島アントラーズ戦の展望に参りましょう。左側に予想フォーメーションと右側に試合の見どころについて3点にまとめました。1、鹿島アントラーズ戦のポイント。2、期待選手。3、要注意選手。それではまず左側の予想フォーメーションから見ていきましょう。浦和レッズの予想フォーメーションです。ゴールキーパーに西川選手、ディフェンダーに酒井選手、ショルツ選手、マリウス選手、秋元選手、ボランチに伊藤選手、岩尾選手、右サイドに大久保選手、トップ下に安井選手、左サイドに関根選手、ワントップに興梠選手の 4-2-3-1 のフォーメーションを予想しました。前節のサンフレッチェ広島戦ではワントップにホセカンテ選手、右サイドにモーベルグ選手を起用していたんですが、特にモーベルグ選手はですね、途中から入ってきた方が相手としては脅威なのではないかなっていうところがありまして、そしてまた前掛かりになってる時にですね、入ってくる方がモーベルグ選手もやりやすいのかなっていう風な感じがしましたので、このメンバーでまずは行って、それから後半で2人にアクセントを加えていただくって形になるのではないかなと思っております。鹿島アントラーズの予想フォーメーションです。ゴールキーパーに早川選手、ディフェンダーに広瀬選手、上田選手、関川選手、安西選手、右サイドに名護選手、ボランチに樋口選手、ディエゴ・ピトゥカ選手、左サイドに仲間選手、ワードに柿田選手、鈴木優馬選手の 4-4-2 のフォーメーションを予想しました。鹿島アントラーズの予想フォーメーションなんですが、ここ数試合ですね、メンバーを固定してこの 4-4-2 のメンバーで戦ってきておりますので、そのメンバーが来るのではないかなと予想しております。それでは次に右側の試合の見どころについて話していきます。見どころ1、鹿島アントラーズ戦のポイント。今シーズンの今まで行われてきた J リーグの試合から、鹿島アントラーズの失点シーンや失点につながりそうなシーンについて分析してみたところ、2つのポイントが見つかりました。1つ目がサイドバックの裏のスペース、2つ目が逆サイドからの攻撃参加です。それではまずサイドバックの裏のスペースを疲れているシーンから見ていきましょう。こちらヴィッセル神戸との試合でのシーンなんですけれども、こちらは失点につながっていないんですが危ない場面です。こちら左サイドイルキ選手からのクロスに武藤選手のヘディングですね。見ていただきたいのが、こちら鹿島アントラーズがセンターバックからボランチにパスをつないで攻めようとしていた場面でカットされてカウンターを食らっているっていうことですね。で、こちら見ていただきたいのが、こちら丸で記している鹿島の選手、こちらサイドバックの広瀬選手なんですけれども、鹿島のサイドバックはですね、攻めるときに少し前のポジションを取るんですね。そのため、この左サイドにあるスペースを突かれてしまって、このヘディングシュートを打たれてしまっているという場面ですね。こちら前節のサガン鳥栖とのシーンですね。こちらは失点につながっている場面です。こちらもですね、サイドバックの裏を突かれて、センターリングを上げられての、ヘディングで折り返してのシュートですね。こちら見ていきたいんですけれども、こちらもですね、
じゃあのサイドバックのこの丸く囲んだスペースを使えてます。じゃあどちらかというとサイドバックとセンターバックの間のスペースを使えてるんですけれども、じゃあうまくですねフォワードの小野選手がですね走ってきているんですが、ここにですねボランチでもフォワードでも誰でもいいので走り込むっていうことが重要なのかなと思います。で次のシーン、こちら川崎フロンターレとのシーンですね。こちらもですねサイドバックの裏のスペースを突かれて、センタリングが上げられてしまい危険な場面に陥っているシーンです。でこちら見ていただきたいんですけれども、この時にはですね鹿島の、フォーメーションが 4-1-2-3 を敷いていたということで、アンカーの佐野選手がですねこちらフォローに回ることができているので、プレッシャーをかけられているんですけれども、今 4-4-2 を敷いているということでなかなかこの部分のプレッシャーに行くのは難しいのではないかなと思っております。それでは次に逆サイドからの攻撃参加からピンチを招いているシーンについて見ていきましょう。こちら横浜 F マイナスとの試合ですね。こちら失点シーンなんですけれども、こちら見事なミドルシュートが決まる場面です。こちら見ていただきたいのが、こちらでエイベル選手がボールを持ちまして、でこちら逆サイドのスペースですね。鹿島アントラーズはですね同じサイドでボールを囲んで取るっていうような習性があります。そこをですねうまくついて逆サイドっていうのがですね空いてくるっていうことがありますので、この逆サイドにうまくボールを流し込めればこういったシュートも見られるのではないかなと思います。でこちらも同じような場面なんですけれども、じゃあレバンカップのアビスパ福岡との試合なんですが、このようにですね左サイドから右サイドに折り返してくるとこういったですねスペースが空いてるということがあります。フォーマスついてのミドルシュートっていうのは効果的ではないかなと思います。こちら神戸戦でのシーンですね。こちらも、左サイドですね、こちらサイドバックの裏のスペースをついて左サイドに行っての中に入れて逆サイドが空いて折り返してシュート、はい、これはだいぶ理想的な得点シーンだと思いますね。ちょうどこの攻めたサイドバックの裏が空いてきて、はい、中にですねスペースがあって逆サイドにもスペースがあるっていうような形で、これを中に通してからの逆サイドにボールを振って、そしてまた中に入れての、武藤選手のゴールでしたね。はい、こういった場面がですね見られるとまた面白いかなとも思いますね。これはですね2つのポイントから失点にですねつながる場面が多いかなと思いましたので、この2つのポイントをつける浦和レッズで期待したい選手を見どころにて紹介していきたいなと思います。見どころに期待選手、見どころ1で紹介しました鹿島アントラーズ戦のポイントから浦和レッズではこの2選手について期待したいなと思います。背番号2、酒井宏樹選手。背番号14、関根貴弘選手です。それではまず背番号2、酒井宏樹選手のプレーから見ていきましょう。じゃあ前節のサンフレッチェ広島とのシーンですね。こちらはですね、右サイドから得点を決めたシーンです。このようにですねサイドバックからですね攻撃参加してきますと、なかなかマークもつきづらいかなと思いますので、こういったシーンを期待しています。こちらもですね2021年の FC 東京戦で同じような形で得点を決めてますね。ね、酒井選手、中にですね、入ってくるっていうのがですね、とてもいいかなと思いまして。はい。で、この辺はマルセイユ時代のシーンなんですが、こちらはサイドバックの裏をついて、センタリングを上げて得点につながったシーンですね。こういったシーンもですね、とても有効的かなと思いますので、期待しています。それでは次に、背番号14、関根貴弘選手のプレーを見ていきましょう。じゃあ、昨年の名古屋との試合なんですけれども、じゃあ伊藤選手とワンツーしてサイドバックとセンターバックのちょうど間のスペースをですねついて得点を決めている場面ですね。こういうシーンもとても有効できたなと思います。すいません、こちら古くてちょっと映像が悪いんですけれども、こちらもですね、左サイド宇賀神選手のクロスから逆サイドに攻撃参加をしてこういったシュートを決めてますね。このような形で逆サイドへのセンタリングっていうのもとても有効的かなと思います、はい、でこちらレバンカップの川崎戦ですね。こちらも2年前ですね。こちらもですね同じような形で江坂選手がボールをダッシュして、そこから攻撃参加していた関根選手がシュートですね。
こういったプレーがですね、とても鹿島アントラーズにはですね、有効的ではないかなと思いますので、この2人の選手に期待したいなと思います。見どころ3、要注意選手。鹿島アントラーズの今までの J リーグの試合を振り返りまして、浦和レッズにとって危険だなと思う選手2選手をピックアップしました。背番号40、鈴木優真選手。背番号17、アルトゥール海輝選手です。それではまず、背番号40、鈴木優真選手のプレーから見ていきましょう。こちら、ガンバ大阪との試合なんですけれども、この得点シーンはですね、とても鈴木優真選手の良さが詰まっているシーンだなと思います。こちら、クロスからのヘッドで得点するシーンなんですけれども、まずですね、見ていただきたいのが、こちら、まず自分でボールをキープしてから、攻撃を、作るきっかけになってるんですね。その後また走り込んでこのヘディングシュート。でこちらが札幌との試合なんですけれども、こちらはですね、自分でパスをつないで走り込んで相手のミスの隙をついてミドルシュートですね。こういったですね、相手のミスも逃さないような選手でもあります。そしてチームメイト全員から信頼を得ていますので、ボールがですね、集まってくるというのもありますね。でこのシーンではですね、ヘディングをしてアシストしているんですけれども、このシーンもまずは鈴木優真選手がいたらそこに当ててゴールにつながっているという場面ですね。このようにですね、鈴木優真選手はですね、起点にもなれますし、パスも上手いですし、自分でゴールも取れる、何でもできる選手なので、今の鹿島の攻撃の全てのきっかけになっている選手と言えると思います。それでは次に、背番号17、アルトゥール海輝選手のプレーを見ていきましょう。海輝選手はですね、このようにですね、昨年の浦和レッズの試合で、全て得点をしています、2試合で3得点しておりまして、こちらもですね、難しいシュートなんですが綺麗に決めております。アウェーの試合ではこのクロスからのヘディングシュートですね、海輝選手とてもヘディングシュートがとても上手いイメージがありますので、ここも注意しなければいけないかなと思いますね。そして2点目はですね、こちらちょっと鈴木彩艶選手の、まあ、ミスと言われればそうなんですけれども、こういった正確なシュートを持ってますので、ここも気をつけなければいけないかなと思います。やはりこういった何度も決めてる選手というのはですね、相性というのもありますので、とても危険な存在だなと思います。浦和レッズにとってはですね、この2選手というのはとても驚異的な選手だと思いますので、この2選手をいかに抑えるかが勝利に近づくポイントだなと思っております。今日も最後までご視聴いただきあざます。